おはようございます。2014年9月23日火曜日、6時5分になりました。というか7分ですねおはようございます。今日は9月23、春分の日、秋分の日かで お休みですけれども、飛び石連休のということで、なんかちょっとね、中途半端な感じもするようなお休みですけれども、いかがでしょうか。またね、運動会とかいろんなイベントが行われたりしてるみたいですけれども、さて、今日はですね、 IT メディアニュースからこちら、 LINE 年内の上場は見送り、事業展開を優先ということで、LINE がですね、その年内に上場するんじゃないかとかいろんな話があったんですけども、結局、年内には上場する予定はないということが公式に、発表されました。で、まあ急いでそんなね、これまあ広報の人も言ってるんですが、 IPO をするよりも LINE のその今の事業をしっかりとやるのと、プラス海外展開ですね、それを優先してやっていこうということになってるようです。まあこの上場っていうのはね、そのタイミングとか何のためにやるかっていうのを本当こう明確にしておかないと非常に難しいものですよね。その上場したからといって、確かにその一つのその会社のステータスっていうのは上がるのは上がるんですけども、ただそれは上場することによって何がメリットなのか、どういうふうに何ていうのかな、事業展開するのか、その上場することによって得られるその資本を何に活用して、どうそれを事業を拡大しようとしているのかっていうのが明確に、なってないとですね、上場しなくてもできるようなことの場合に上場してしまうと、逆に、その上場したことによって、いろんなディスクロージャーっていう情報公開をしなきゃいけなくなるし、で社内のいろんなその統制を取らないといけない、で IR、ね、と言われるその株主に対して情報を提供する義務とかいろんなものが出てきますんで、それをですね、やるメリットっていうのをしっかりこう考えておかないと、なかなかね、大変になっちゃいますよね。私も前にベンチャー企業で上場したところの、したばっかりのところに、本当は上場する前にね、その会社に行く予定だったんですけど、いろいろあってですね、上場直後にその会社に入ったことがあるんですけれども、やっぱりですね、いろんな体制がこう変わるんでね、でそのあたりをこううまくコントロールしてないと、特に情報のコントロールをしてないと、個人の株主からね、いろんな問い合わせが入ってくるんですね。だからそういうことって、本当その逆にそのものすごくなんていうのかな、よく分かってないと、その下手にこう電話を取り継いでしまうとですね、おかしなことになっちゃうんですよね。で取り継がれた方もその上場してることの意味をよく分かってないと、うかつなことを喋っちゃうとえらいことになるんで、結構ね大変です。で、その時も私はなんか技術系の責任者になってたんで、いろんな電話がね私宛にかかってくるんですね。その辺をこうね、どう裁くかっていうのは結構ね大変でした全然関係ないところでね振り回されることになったりするんで、まあそういうこともねあるので、あまりそのまあ LINE の場合、今そのなんか事業拡大のためになんか新たな資金が必要なのかって、そういう感じでもないみたいですし、その IPO してすぐにその利益が、いろんな形で利益が新たにガンとこう増えるようなビジネスプランになってるっていうわけでもないので、特に海外展開ってね、どっちに転ぶかわからないところが多いですよね。その他のその
SNS がいろんなものが海外で広まってたりするので、その国その国の特性とかがあるので、その中でどうするかっていうことを考えた場合、ね、上場したはいいけどいまいちこう伸びなかったりすると逆にこう株価が下がってったりね、いろんなことになってその目に見える形で評価されるようになるんで、それを考えればまずはその、いろんなところをやっていく余力があるならもうね、別に慌ててそんなあの事業展開あというか IPO をするような、うん、上場するような意味合いはないんだろうなという感じですよね。まあそれにしても LINE もあのどんどんでかくなっているわけですけれども、日本国内だとねもうおそらく、うん、だんだんその一般の人の若い人たちのコミュニケーションのプラットフォームとして LINE っていうものがあったのが、あ徐々にこう30代を中心にビジネスでも使われるようになってきていて、まあそれがもうそのうちね、普通にみんながあのビジネスのシーンでも使われるようになってくるんじゃないかなと。で、ますますですね、そうなってくるとスタンプの使い方、そういったものがビジネスの中で使われるようになってきて、なんていうかな、コミュニケーションの傾向としては自分で新たなものを何か文章を作るとか、その自分の気持ちとか考えていることを伝えるっていうのに、前もね言ったかと思うんですけども、自分で作ってこう文章を作って送るっていうよりもスタンプの中から選ぶっていう作業に変わってきてるんですね。新たなものを作るよりも選ぶっていう、そこにあるものから選んで送るっていうね、なんかそういう風なものにどん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 こう変わってきて、なんか選択することがコミュニケーションを取るっていうか自分を表現することにこうなってきてるんじゃないかなと。全くは新しいこうなんていうのかな、文章でこう気持ちを表現するとかそういったことがなかなかこうね少なくなっていくというか、でそのために他のその文章をインプットするとかそういったこともなくなってきて、より分かりやすい、一瞬で分かりやすい、見た目で分かりやすいスタンプの中から自分の気持ちを選択するっていうのはなんかね、ちょっとその方向としては選択することがメインになってきて、自分でクリエイトするっていう、だからますますですね問題解決能力が低下するんじゃないかなっていうのが私はすごく気になっています。問題解決能力っていうのはこうなかったところとか、あるいは何が問題かっていうのをこう明確に見抜く力がないといけないので、どう言ったらいいのかな、クリエイトする力がなんかこう見出すとかね、こうそこから答えを作り出す力っていうのが求められるんですけども、あまり選択することに慣れていくとですね、問題の解決する答えがいくつかパターンがあって、その中からどれがベストかって選ぶ能力は高まるんだけど、そこに選択肢がなくて、まあ要は自由回答になっている場合空欄しかなくて自分で文章を書いて答えるっていう風になった途端に弱くなるという可能性があるので、こういうのがね広まってくる中でどういう風にまたそこをこうやっていくのかっていうのが、まあそこはね今度ある意味人工知能とかそっちの技術で解決していくようになるのかもしれないですけども、どうなんでしょうね、どういうふうに今後人間が変わっていくのか、こういうものが広がる中でいろんなコミュニケーション、まあ強いては考え方価値観そういうものがすごく変わっていくんじゃないかなという気がします。さて、そんなところで、もう6時17分になりました。今日は祝日ということで、お休みの方多いと思いますが、まあ、天気もねそんなに台風で崩れそうだったので、まあ、まだ大丈夫なようなんで、出かけてみてはいかがでしょうか。台風が来そうではあるんでその辺のね準備をしとくっていうのも今日はいいのかもしれません。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。